音楽で、音楽で心も脳もワクワク、脳トレ音楽堂です。はい、それではまず最初に日にちの確認をしてまいりましょう。はい、本日は令和6年1月31日水曜日です。はい、いよいよ明日からは2月ですね。はい、ということで、1月31日今日は何の日でしょう、これを調べてまいりますね。はい、今日は愛妻感謝の日、いい日ですね。愛妻、なるほど、愛妻、はい、はい、本当ですね。だからなので愛妻の日でもありますね。はい、そして生命保険の日、はい、はい、そして防災農地の日などとなっております。はい、はい、ということで今日お送りします2曲は、はい、はい、本日の1曲目、君といつまでもです。はい、愛妻の曲ですね。はい、はい、そして手遊びがありまして、はい、2曲目は今週の1曲、ハマチドリをお届けいたします。はい、綺麗な曲ですね。はい、はい、それではまずは君といつまでも、こちらの曲の解説をお願いしましょう。はい、はい、君といつまでもは、はい、加山雄三さんの5枚目のシングル曲です。発売されたのは1965年の、昭和40年のことでした。はい、作詞は岩谷時子さん、はい、作曲は加山さんご自身ですが、はい、ペンネーム段光作として発表されております。はい、はい、この曲の感想部分、はい、はい、にはセリフがありまして、うん、いや幸せだなという言葉が、後に流行語となったそうです。はい、はい、加山さんはこの曲で、NHK 紅白歌合戦にも、うん、4回ですかね、はい、出演されております。はい、はい、この年、はい、発売になった1965年、はい、昭和40年ですね。はい、イザナギケーキが始まりまして、うん、1970年頃まで、うん、はい、続きました。好景気ですね。本当ですね。はい、はい、この年に 3C、うん、と呼ばれるカー、自動車ですね、うん、カラーテレビ、うん、クーラーが普及したそうです。うん、それを 3C というのね。はい、はい、うん、はい、はい、ということで、はい、こちらの曲を聴いてまいりましょう。終わりましたら、今日は水曜日ですので手遊びがあります。はい、手遊びの後にはこの曲にまつわるクイズをお出しする予定です。はい、一緒に考えてみてください。それでは参りましょう。ミュージックスタート。Oh,
今日はみかんの花咲く丘でグーチョキパーをしていきたいと思います。グーチョキパー、グーチョキパーと続けてください。歌も一緒に歌いましょう。これで今日の手遊びを終わります。はい、はい、本日の手遊びいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。はい、それではクイズです。はい、君といつまで、こちらの曲ですが、作曲したのはどなたでしょうというのが質問ですね。作曲ですね。はい、作曲ですよ。1番岩谷時子さん、はい、2番加山雄三さん、3番段光作さん、はい、はい、お考えください。はい、皆様のお答えをどうぞ。正解は、はい、3番の段光作さんでしたが、2番の加山雄三さんもの店ネームが段光作だったそうです。まあ、でどちらも正解です、はい、ですね。ごめんなさい、正解が2つ今日はございました。はい、はい、ということで、君といつまでもにまつわるクイズでございました。はい、今 CM の曲としても採用されております。はい、ね、はい、で、はい、それでは2曲目の解説と参りましょう。はい、本日の2曲目、ハマチドリの解説をさせていただきます。ハマチドリは、作詞鹿島明秀さん、はい、作曲広田龍太郎さんです。はい、1920年大正9年に、雑誌少女号に、て発表されました。歌詞は、作詞の鹿島さんが友人を訪ねて新潟県の柏崎というところの海岸を散歩している際に、手帳に書き留められたものが採用されているそうです。はい、このハマチドリという名前の鳥はいないそうですが、はい、チドリというのは浜辺にいるチドリ科の鳥を指しているそうです。はい、この千鳥は冬の季語としても、よく使われる、単語でして、万葉集では20首以上の歌で千鳥という言葉が読み込まれているこのことです。はい、ちなみに作詞の鹿島さんは幼くしてご両親と、気別れになったそうで、その悲しみを千鳥に、なぞらえてこの歌詞が完成したと言われております。ね、はい、ね、千鳥って百人首の中にも歌われてましたね。はい、はい、ということでございます。はい、それでは、はい、1920年、はい、大正9年に発表になりました。はい、この年の出来事をお伝えします。はい、松竹キネマや帝国キネマ演芸株式会社など、はい、映画にまつわる会社が設立されております。はい、日本最初のメーデーがこの年に起こったそうです。はい、はいはい、ということです。それではハマチドリ、はい、行ってまいりましょう。ミュージックスタート。青い月夜の浜辺には
はい、皆様本日の2曲、そして手遊びクイズいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは、今日の曲を振り返ってまいりたいと思います。はい、はい、本日の1曲目は君といつまでもでした。はい、今日は愛妻の日でもあったので、はい、どうになります。はい、で、葉山さん若大将と呼ばれています、ね。はい、そうですね、若大将、はい、はい、若大将聞いたことあります。はい若大将、はい、若大将、はい。そして手遊びありましてクイズがございまして、はい、2曲目ハマチドリをお聴きいただきました。はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは明日の曲2曲をご紹介ください。はい、明日は2月1日木曜日です。はい、北上野曲、そして今週の1曲ハマチドリを予定しております。はい、明日もお楽しみください。はい、それでは本日も良い一日をお過ごしくださいますように。また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。